こんにちは、ペケちゃんです。パワープロ2020パワーフェス、今回やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回なんですけども、負けたら動画即終了という形でね、はい、今回このパワーフェスやらせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。パワーフェスなんだけども、俺プレイ法の方ではもう何回か全クリはしてるんですけども、今回スイッチでのプレイということで、まあ選手図鑑とかもまあ全然これ仲間に最初からできる人もいないし、なんならコントローラーも違うしって感じで、ちょっと不安しかないんですけども、まあなんとか優勝を目指してやっていけたらなと思いますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。ということで早速始めからでいきましょう。まあ難易度でノーマルでやらせてください。で、おしげのぶやん、名前しげのぶやん。名前はちょっとペガちゃんでいこうか、さすがに。うん、で、今回、気球ではね、やっぱ右投げ左打ちで行きたいわけよ。で、守備位置、ちょっとピッチャーは嫌だね。ピッチャーは嫌なんで、まあ、外野でいいんじゃない？外野で。外野で、で、フォームは、丸にしよう。うん。これ丸にしたらさ、丸ポーズとかしてくれるのかな。で、まあ、とにかく俺は今回もう、力が強い人になりたいのよ。もう、パワー系で行きたいと思います。はい、ということで、初期能力上げていきましょうか。まあ、パワーフェスってね、まあ、勝てば経験点をね、もらえて、それで上げていけるんですけど、とりあえずこれ初級能力上げていくというところで、まあでも最初はミートの方がいいのかな。ミートを上げつつ、パワーを上げつつ、うん、これでいいんじゃないかな。はい、それでは早速試合やっていきましょう。相手どこかな、最初。ドリル電機、河川敷ミラクルズ、パワーフォー大学。おー、なるほど、なるほど。これ俺パワーフォー行きたい。パワーフォーでこれ3点差で3人取りつつの、これ、マネージャー。今回ね、マネージャーがシリーズ最多20名以上いるということで、これマネージャーを取りに行こうかなと思います。うん。3人選手図鑑登録したいしね。で、3人引き抜けたら。これは結構でかい。これ取りに行こう。パワーフォー大学。これ俺ね、高校 DHR がいいな。あー、まあ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 。いや、先行やだね。ちょっと味方の能力見ていい？なぁ、いや、でも、まあ、140キロ出るんだったら、この、あ、こいつ強くね、小原。味方の野手は、まあ、矢部くんは、まあ、強いとして、他は、まあ、雑魚じゃの。やっていきましょう。これが、スタジアムのパワーフェイス1ですね。このパワーフェイスって、いろんな世界を移動しながらやってて、最終的にはギリシャに行くんですよ。さあ、次は何を投げてくるか。あー、チェンジアップ俺嫌い。いや、でも落ちるでしょ、これ。うん。最初の方は守備がそんな強くないから。よし、OK、素晴らしい。矢部くんさればいけるっしょ、これ。いや、ホームまでいけるんじゃない？いや、きついかな。いけるっしょ、矢部ちゃんならいける、OK！ OK！ OK！ よし。さあ初球、オッケー、打ちました初球打ち。うん、いいね。もうつなぎの打線。パワフェスチャレンジャー。変化球が切れています。オッケー、初戦勝利。チャー、経験点、いやー、まあ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 、これぐらいあれば十分か。オッケー、片倉、丸持ち入れつつ、甲斐強いな。こいつ強いな、快進撃。超強い。で、オッケー、三沢も取っていく。これでマネージャー、オッケー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 。金メダルも取った。はーい、二日目でーす。え、ここで台風来るか。早いぞ、ちょっと台風来んの。ま、とりあえずまだミートかな。ミート、50まで行った後も、ひたすらパワーじゃない？とりあえず、ひたすらパワーの、ちょっと、精神あまり気味なところ、精神微斯あまり気味なところあるんで、ちょっと守備もさすがにちょっと大事にしていき、2回戦。台風だからね、荒れますよ、本当に。さて、相手、ガールチャレンジャーズ、イレブン工科大学。セカンドショートのさ、このセンターラインをちょっと取りたいところがあって、イレブン工科大学でいこうかな、これ。まあ、経験点プラス、ちょっともらいに行こう。高校行きたいな。風だから荒れるぞ。よし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 。うん。荒れるから、マジで。台風は。で、小原の方が抑えそうな気がする、これ。まあ、4番は俺でしょ。よし。まあ、ちょっとこれで頑張ろう。2回戦。3人取りに行く。さあ、勝負してくるのか。うわ、マジか。
うーん、きついな。続け、カタクラ。よし、これは、これは落ちるだろう。さあ、やべちゃん。オゲイドデン。そして、俺です。俺が撃つ。よーし、素晴らしい。いいね。いや、きついか。オッケー、おお、落ちた落ちた。今、危ねえ、今走らせた俺。危ねえ。ゲツレイ643。あー、マジか、643取れんか。よし、うん、オッケー。よしよしよし、つないだつないだ。オッケー、3連打。やち。あ、やった、いったんじゃない。やったー。え、これでしかも3点差だよな。完璧。やったぜ。いや、マジで今まで俺パーフェス結構やってきたけど、歴代一番のミラクルプレイかもしれん、これ。いや、マジで、1点ビハインドから3人取る方法ってあれしかなかったから、一番最高の結果出たよね、個人的には。立花瑞希で、あ、2人取るのほんとでかい。とりあえず、まあ、セカンド、ショート。まあでも、この中で言ったら軽井沢なのか。中井軽井沢だよな。うん。中井軽井沢取っていこうかな。オッケー、中井軽井沢。さあ、大会3日目でーす。まあ、台風の試合も無事勝って、そうだ。3点差で2試合勝つと、そうだ、あいつらが来るんだ。でも、そんな助っ人もいねえしな、今回。あまりにも、ちょっとチームのメイトがっておかしいけど、貧弱な状況で戦うのもどうなのかっていうところはあるんだけど、とりあえずまあパワー上げての、うん、55ぐらいでいいでしょ。ちょっと、行こっかな、どうしよっかな。新たな資格。あ、そう。プロ野球レジェンズ。取りに行くか。やっぱ、やるべきだ、ここは。うん、OB と、やるべきだ、これは。毎回しかもさ、確かね、レジェンズってさ、メンバー違うから誰来るか分かんないんで、ね、とりあえずもうこれ、調子マックスドリンク使って、絶好調の、これもう、ブーストかけていきます。それくらいしたら多分勝てない。オッケー、ここあり、でかい。うん、負けてる可能性でかいから、9回でさ。相手のピッチャー誰だ、米田投手。なるほど。とりあえずこっち橘瑞希で行くしかねえかな。まあこれでいいでしょう。オッケー、さあ行くぞ、試合開始だ。対するは番組が送り込んだ。かっけえよな。プロ野球レジェンズ。さあ、パワフェスチャレンジャーズ対プロ野球レジェンズ。いや、米田さんっててか、でもちょっと俺の記憶はまだ定かではないんだけど、いや、なんか打ちづらかった覚えすごいあるんだよな。大丈夫かな。こっちの立花ちゃん、マジ頼む、マジでお前にかかってる今回。さあ、ハリーだ。ハリーすごいよね、金属ついてるもん、これ。よし、これナイフしっかり出していかないと。オッケー。ハリーさん、ミートカスでけえ。オゲイ、ハリさん三振。よし、オッケー。しかしここは抑えていくと。ヨネダさん来たね。ちょっとヨネダさんの能力見たいな。うわ、そうだった、ヨネボールだこいつ。いや、なんかすごく打ちづらい球だったという記憶がある。で、しかも中継ぎもすごいなこれ。まあヨネボールだけ気をつけよう。これか、これだけ気をつけよう。やばいなこれ、軽く打たない、ストレートを狙い撃ち。いやー、よし。いや、守備範囲でかいよな、でかいよな、秋山浩二。このシュート今入ろうとしたね。うわー、球がしかもちょっと重いよねやっぱり。センター
これはセンターやべ、無理か。足速いから厳しいよなこれ。うわあ、先制点生まれた。オッケー、これはどうだ。いや取るか、いや取らない取らない取らない。よし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 よかった、追いつけた。とりあえずよし、そして勝ち越しもしていく。アツオ投球3球目打ちました。いい当たり、オッケー。第3球を打った、オッケー。軽井沢もつなぐ。これ帰ってくれない。オッケーオッケー、満塁満塁。第2球を投げた、よっしゃ、よし、オッケー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 。まず1点、よしよし、7対8。そして俺ですよ、やばい、満塁ホームランが見えた。ちょっと俺は今せめて犠牲フライ。よしよし、米ボールのこれ変化量も落ちてきたね。スタミナもちょっと切れてきてるか。よしいや、ど真ん中ストレートは狙い撃ちよ。そしてこれ左中間抜けた。勝負勝負勝負、三塁ホーム勝負しよう、勝負しよう、勝負しよう、勝負勝負、よーし。しかしまだ続くねこれ。オッケー、いやもうここ打たれたら絶対やばいから、なんとも慎重に行こう、慎重に。オッケーオッケー、追い込んだ。うーん、ちょっと遅いね。よし、ナイスピッチ、来た来た、やべやべ、頼む頼む、やべ、いやいやなんならプロ野球の決勝よりむずいかもしれんから。よかったマジで。いや、今飲み物でサイダーを飲みながらやってるんですけど、うめえ、サイヤーがうめえ。いや、経験ってもうまい。はい、準決勝です。あ、もうなんかね、若干燃え尽きかけている俺は。パワーヒッター欲しいからな。ここ温存してもいいのか。いや、温存して勝てるほど甘くない。とりあえずもう60まで持っていこうか。肩が弱すぎる。 OK、 これでいこう。さあ、相手どこにしよっかな。一流行きたい。うん、一流行こう。ちょっと投手のスタミナ上げようか。ここでスタミナ上げます。うん、借り切っていきましょう。さあ、ルーレットスタート。うん、ここ出ちゃう、うまい、うまいですね。うん、で橘水樹もしっかりといる。オッケー、いや勝てる気するな、結構今回はいけると思う。うん、なんだって俺らプロ野球レジェンドに勝ったんだべ。いや、いけるっしょ。取れる。うわ、なんで、ちょ、あー、なんかやった。俺なんかやったわ。ちょ待って、なんかやった。ちょ待って、うわ、最悪。続いて一塁ランダーもホームイン。中井が完全にどっこい体勢。いや、あ、サードの頭上、フラフラっと上がっている。サード掴みました、一流大学。なんでプロに勝てる、これに勝てんのや。